え、ここまで出ても分からへん。これ、あれこれ未来やんなこんにちは、これから公演です。この後劇場公演です。テロップ入れるとき絶対声に出しちゃう。わかるね、あるある。打ちながらなんかスマホの文字打つとき全部言葉に出して、私も喋っちゃう、喋っちゃいますよね。レイ、みんな、みんな、いい、あ、選抜ありがとうございます。昨日発表されて NMB48 の28枚目シングルの選抜メンバーに選んでいただきました。ありがとうございます。配信中だった著作権ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。うん、名前なんて呼びますか？阿部若菜です。阿部若菜です。22歳です。選抜メンバー本当にありがとうございます。また東京と大阪でもリアルイベントがあったり、オンラインのお話し会もあったりしますので、ぜひ秋から11月12月とあるんですけれども、ぜひぜひお待ちしております。皆さんとお話しできる機会があればいいなと思ってます。選抜おめでとう。リアル嬉しいね。リアルイベントがやっぱりちょっとずつでもね増えていったら嬉しいなと思います。あ、千葉ですかね、幕張メッセでしたありますので、ぜひぜひ足をお運びください。そう、昨日選抜発表されるっていうの知らなくて、で、渚さんがまさか卒業発表を昨日するとは知らなくて、本当にびっくりの一日でした。昨日はびっくり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 でした。びっくりびっくりびっくりでね。でも渚さんの卒業シングル、最後のシングル盛り上げられるように、そしてね大ヒットするようにみんなで頑張っていきたいと思います。あなたは何歳ですか？22歳です。あ、なんかここすごい跳ねてるね。寝癖みたいなピョコンとした毛がある22歳です。ね、渚さんのスピーチ本当に素敵でした。いやー寂しいですね。今日もね、あのチーム M のイシオンちゃんの卒業公演なので、なんかこう卒業発表と卒業公演と卒業続きなんですけど、でもまあ楽しい公演で年日らしく明るく見送れたらいいなと思ってます。寂しい、韓国にもう帰っちゃうみたいで寂しいですけど、それもすごく、韓国に会いに行くからねっていう約束をして、でも本当に韓国はねもうずっと行こうと思ってるから、あれはもうなんか口約束じゃなくて、ほぼ確実にいつか韓国に行く予定です。確かに、なんか韓国に友達おるっていいね、なんかかっこいいね。知り合い韓国おるからみたいな、ちょっと言いたいジャカルタにも友達ができ、韓国にも友達ができ、そう、やっぱね行きやすくなるね。行こうっていうなんか気持ちも、韓国行きたいなとはずっと前から思ってるんですけど、やっぱりいるといないとじゃ全然違うからね。
いろいろいろんな国に行く行きたいなと思います。ねえ、いろんあちこちの国に行きたい。私でもヨーロッパに行きたいなとはずっと思ってて、いろんな国を人生のうちに制覇していきたいなと思います。皆さんは行きたい国とかありますか？ね、あの阿部若菜さんはずっと大阪にいるので、ぜひ大阪にも、そして名古屋にも東京にも大阪にもツアーで行くので、ぜひぜひ日本各地でもいろんな方とね会えたら嬉しいなと思います。全然泣いてない、カラカラそうね、先輩もね、いろんな国に行かれたりされてるから。いや、泣けんけど、なんか泣くタイミングが変な人。グローバルな女になろうと思います。前田玲子がお隣、ね、お向かいメートルもないか、3メートル先ぐらいにいます。前田さんが最近オンライン英会話を始めて、今日の朝に初めて今日の朝に初めてこうオンライン英会話の授業を受けてきて、ちょっと緊張しました。朝から間ではちょっとなんとなくわかりますね。緊張したけど、あ、定着しつつあります。なんとか、まあ基本なんか教科書に沿っての授業なんですけど、なんかこの間海外に行って英語喋ったりしたけど、なんかね、そのやっぱ教科書っぽい英語というか、なんかお久しぶりに喋って、ほんと単語でしか英語を喋ってなかったので、この間ジャカルタに行った時もなんかちゃんとしたフレーズで英語を喋るのがなんか習うっていうのが本当に久々で、すごい学生の頃、高校生とかの頃を思い出しました。私はあれです、今も大学生なんですけど、リアルイベントの服装はもう大体こんな感じでしょかなっていうのはもう全部決めました。でもこうちょっとずつ変えると思って20のキャンプ参加します。そう、今日はね、何やったかな、なんかの人の外見についてとやかく言うみたいな、とやかく言うじゃないけど、人のその例えば私のお母さんは髪が長くて背が低くてみたいなことを話すっていう部分の授業でした。とやかく言ってました。そう、あと何だっけ、この間何をしましたとか、本当になんか私の英語力がもう底辺まで落ちすぎて、本当に基礎の基礎から始めてみました。まあなんかちょっと、なんていうの、コスプレしんどくて、なんか別にめっちゃ喋れるようになりたいわけじゃなくて、ただ英語に触れときたいなっていう感じで参加して、見て参加して、なんかちょこちょこでも今後できたらいいなと。シオンが秘密のことしてる、今日卒業するイシオンが秘密のことしてる。もう詰め込みすぎて、お、セーター T シャツ皆さん予約してください。今年はすっごい英語でお話し会、無理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 ちょっと本当にね、何にもあの話せないから、みたらしはゆっくり、なんかこの分かりやすい観光客向けの優しい英語で喋ってくれたら OK みたいな感じになりますけど、まあなんかね、その旅行で海外行く分にはそんなに困らないぐらいの英語力かなと思いますけど、頑張っていろいろね勉強していきたいなって思いますね。その
こう流すためとかじゃなくてちょうどいいところに。でもさ、お話し会とかで海外の方がすごい日本語で喋ってくださってたり、なんか日本語苦手なんですけどって言いながらも、こう本当に気持ちを伝えてくださるのがすごい嬉しくて、なんかこっちもその方のね言葉で喋れたらいいのにって本当に思うことがあったので、本当にねすごいよね、いろんな方と会話できるようになりたいですね。でもなんか好きやからその国の言葉を覚えるってすごい、熱量というか、なんかよくテレビとかでも日本のアニメとか漫画が好きで日本語を覚えて、で日本に来ましたっていう方とかがね、なんか言うば何しに日本へみたいな番組とかであったりするけど、なんか嬉しいというか、なんか誇らしいし、その日本にねそんな文化があるのもだし、なんか見習いたいなって思いますね。それまでは全然2番とか3番でもよかったけど、頑張って関西弁覚えます。私も最近頑張って、標準語、標準語なんて言うんだっけ、標準語って言っていいんやっけを覚えようっていうか、まあ喋れるようになろうと思って、関西弁を薄くしたいなという気持ちもあります。そうだから、シオンが日本に来てね、他の国でアイドルするってほんまに考えられへん、すごすぎる。シオンすごいね、漢字もどんぐらい勉強してた日本語。勉強あんましてないですね。あんましてないのに覚えれた。住んでて、住んでて、もうとりあえず来たみたいな。そうなんや。何も考えんでいいのに私なんか。確かに。じゃあ本当にそう、関東マジでとりあえず海外に行ってみてですね。私もほんま行きたいからさ、関東。なんかね、敬語で喋ると関西弁ってなかなか出づらいじゃないですか。だからショールームとかはそんなに出ないのかなと思いますけど、でもなんかもうほんと無意識にどこまでが大阪弁でそうじゃないのかもうよくわかんないので、バイリンガルを目指そうと思います。でも本当に海外行きたいなって、旅行したい、ね、あ逆にね、関西行けるの楽しみ、嬉しい。そう、ゲーム配信はもうなんか大阪弁が強くなっちゃって、そうそう、私ね、関東、関西、YouTube でゲーム実況をしてまして、昨日ちょっと久々に配信できて、本当1ヶ月以上空いちゃって、日曜やったから、なんかね、こう結構配信この時期できないやろうなと思って、間を空いちゃうのが良くないから、取りだめ録画をしといて、それをちょこちょこ載せていこうと思ったんですけど、ちょっとなんかまあ私すぐ撮ってもらって載せてもらうっていうシステムしてたら、やっぱスタッフさんも忙しかったりして、なかなかねちょっと録画が、なんかすごい録画したゲームがなんかねちょっとグダグダになっちゃった部分があって、それを編集しなきゃいけないんですけど、その編集ができてなくて、録画したのも忘れてないという、結局間空くんかいみたいな感じになってます。もういい加減新しいゲームも始めたいし、バイオハザードもいつまでバイオハザードをやってるんですけど、もう早く次のゲームに行きたいから、早くクリアしちゃいたいなと思ってます。
これみんなどう聞こえてるんやろ、ちゃんと声聞こえてます？なんかでもカクテルパーティー効果みたいなさあってさ、なんか結局ガヤガヤしててもその人の声聞き取れるみたいな感じなんかな、どうなんでしょう。じゃあちょっとランキング読ませてもらいます。それでは13位、まこさん、でこでこさん、犬の気持ちさん、豆柴さん、こうさん、じゃあさん、チキンナンバさん、アルマサトリアさん、こんばんは、あ、インドネシアの方かな、ひさおさん、ゆうじろうさん、いっしーさん、アルダさん、ジョセフさん、皆さんありがとうございました。編集は YouTube の編集は自分でやってますよ。さあということで、この後劇場公演チーム M 恋は突然やってくる公演、イシオンちゃんの卒業公演になりますので、一緒にね、まあ配信もありますので DMM などでぜひ一緒にお見送りできたらなと思います。それでは皆さんありがとうございました。